再びアスラが目覚めたのは祭壇のような場所。アスラの体は御神体として村人たちによって安置されていたのだ。その村に迫るゴーマの脅威、そして七聖天カルロの軍勢。シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ。どこだ、ここは。ん？ミスラ。ミスラ？どんなありゃ。シャラアトゥラマーナ。
ギだ。ゴーバー、そうだそうだ、キャリティだ。ゴーバー、何や、サバシャス。誰に祈っているのだ、腰抜けどもが。
このような辺境の地にしては大きなマントラの反応と思うたが、厄介事が増えたようじゃ。このような辺境の地にしては大きなマントラの反応と思うたが、厄介事が増えたようじゃ。さっさとマントラを回収してデウス殿に報告でもするか。ゴーマに汚れた不浄の地に住まう人間たちよ、汝らの汚された魂が地獄に落ちる前に天へ導こうぞ。何かを得られるとでも？ではほどほどにして引き上げ。何をしている？ああ、この苛立ちは何だ？お前らは返さぬ。そう決めた。汝の魂に救済はせぬ。ここで滅しなさい。
収まらん。それがしらは民の魂を救っておるだけじゃ。知ったことか。ギャーでも、バルマン。お前は正しい。だが。それは俺がやることだ。